100日後マッチョになった場合、47日目。この日はお風呂の湯を洗濯機に入れるちょうどトレーニングで1日をスタート。約10キロあるので負荷量は十分だ。これは筋トレも節約もできて一石二鳥だ。パンを焼いてる間もトレーニング。この日の朝食は抹茶ミルクにチーズトースト、それに目玉焼きをのせてバナナとトマトも一緒にいただいた。いただきます。怎么笑？朝食後は外へ出かけた。歩いて公園へ。こんにちは。散歩道をゆっくり散策。木陰でのんびり一休み。散策中、喫茶店でコーヒーを飲んだ。ここでものんびり一休み。公園でトレーニングも行った。ゆっくり筋肉に効かせるように行った。懸垂トレーニングでは2つのバーを使っている。高低差があるので鍛えられる筋肉も変わってきそうだ。低いバーの方がやりやすいが、負荷量は高いバーの方が得られる。2つのバーの活用でなるべく広範囲鍛えられればと思う。ただ看板を見てみると、どうやら懸垂用ではないらしい。帰宅後歩数計を見てみると、思ったより歩いてカロリーも消費していたのでよかった。夕食にささみ丼を食べた。いただきます。左手でお箸を使うトレーニングもまだぎこちないが、前よりは良くなっている。
モロヘイヤとシオレモンでとても美味しかった。